せーの、みなさんこんばんは、ウケナです。あ、待って、あれ忘れてた、中道なんだっていう感じじゃないから。ああはい、ということで、はい、今日はこれを着ているということは、そうですね、皆様、これを着ているっていうか、初めて来たの。初めて来たのよ、これ。え、これからちょっと恒例にしていきたくない？そうだね。なんか料理企画といったらこれを着ていきたいから、うん、ということで今回は、割烹むくえなへようこそ。今回はちょっと初めての料理に挑戦ということで、はい、言っちゃってください。今日は肉じゃがをやりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その気持ちが嬉しい。今日は全くレシピを見ないと分かんないので、ちょっとレシピを見るんですけども、今回は見当もつきませんから。でも肉じゃがをね、作れたらやっぱ日本に住んでる美女として、日本の美女としてさ、認められる、認められるのではということで、やっていきたいと思います。はい、まず準備の段階からいきたいと思います。はい、じゃまずじゃがいもの芽を取り除き、皮を剥いでおきます。人参は皮を剥いでおきます。白滝は水気を切っておきます。じゃあこの準備をしていきましょう。はい、てかさ、やっぱさ、これ見てる子も、うん、多分なんだかんだ肉じゃが作れない子、いや多いと思うんだよ。と思うわ。だから学ぼうよ一緒に。うん、で私も人参やりたいなって、やってあげたいなと思うんですけど、あピューラーが、ピューラーが1つしかない。ピーラーが1つしかない。分かってんの、ピーラーとビューラーが混ざっちゃうってことは分かってんだけど、はい、でも混ざんの。混ざんの、ね、分かってるからこそ気をつけて言って間違えるんだよね。人参どうします？この半分って言われてるんですけど、ここら辺ぐらいは使いますか？はいはい、もう好きなだけやっちゃえばいい。好きなようにやってください。あのね、量とか適当にやってください。はい、ほら、わーおー。白滝を結ぶってこと？いや、結ばない結ばない。あれは結んで売ってるの、結んであるやつは。あー、なるほどね。だから、多分結んでるやつでもいいんじゃない？でも私が食べたことある白滝は結構結んでないよ、いつも。ほどかれてた。ほどかれてた。なるほどね。あー、やってんじゃん、じゃあ。はい、白滝側 OK です、もう。あ、早いね。白滝さんいつもね、準備早いんですよ。そうなんですよね。じゃがいもさんちょっとね、だってほら見て、もう肌が何もしろく白いからさ。そうなんです。マウント系美容系 YouTuber ね、これ。はい、じゃがいもさんまずピーリングからしていただかないと。していってで、この後毛穴取りっていう。毛穴取りやっぱさ、工程多いのよ。そうなんだよ。白滝はでも何もしなくてもいけるから、これノーファンデとか言い出すから、これ。いや、マジでさ。ノーファンデでリップで、とか言い出すから。で、眉毛。一番スカン。一番スカン。一番さん、一番好かんけど一番なりたい。なりたい。うん、はあ。え、乱切り。乱切りって。で、あ、なんとなく分かってんじゃん。はい、あれっしょみたいな。うん、でもまあ漢字は乱れるの乱だから。乱れてればいいってことね。まあ、そうそうそう、適当に感が出てればいいんじゃないの。このじゃがいもの芽ってうち本当にとことん掘りたいんだけど。いやだからね、エドピはね、そうなのよ。うちは結構そういうのね、適当にやっちゃうんだけど。え、めっちゃ深く掘りたい。そうでしょ。うん。大丈夫大丈夫。侵入してるんじゃないかっていう芽の。あ、全然大丈夫。成分が。そんなものをさ、これ最初。はい、でかいかな。でかいです。特にうちは人参別に、ごめんね、得意ではないです。食べるけど、ごめんね、ごめんね、これもうボッコボコになっちゃう、うちがやるだからいいのよ、こんなやんなくて。ボッコボコだよ。まあ、思いっきりやれ。はい、好きなように、うん、好きなように切る。やっていただきます。あ、じゃがいもでも大きくてもいい気がする、ね、特にじゃがいもはさ、控えめじゃん、いつも。そうなの。いや、ね、こんな毛穴取りなんかしてもらってって言ってんじゃんと思う。僕なんて手間かけてすいませんって言ってるから、いや、いいんだよ、お前は主役なんだから、手間かけさせてよ。目立ってよ。目立ってなんぼよ。うちらほら、裏テーマとして自己肯定感を上げる。あ、そうなの。料亭っていうのがあるから。ここに来てお客さんみんな食べた後に、あーって帰ってくから。次、玉ねぎ半分だそうです。これはあの、串切り。はいはい。シャンシャン切りね。シャンシャンシャン切り。うん、玉ねぎも簡単よね、ピーリングが。え、マジで玉ねぎは。で、玉ねぎでもね、ピーリングしすぎたらいなくなっちゃうから、気をつけて。そうそうそう。肌もそう、一緒。やりすぎたらもう、ボロボロになっちゃう。ボロボロになっちゃうから。うん、いや、そしたら皿、油を引いて炒めていくんだって。え、これ全部同じタイミングでいいんですか、先生？先生です。まあ、中火で熱したフライパンにサラダ油を引き、じゃがいも、人参、玉ねぎを炒めます。油が馴染んだら水を加えて加熱し、沸騰したら肉もも肉を入れますと。はい、はい、換気扇つけて。換気扇だけはつけないとママに怒られる。ママに怒られるからね、みんな。でしょこれ。帰ってすぐ言われるんだから。あの、ここうちらが経営はしてるんですけど、あの、結局のオーナーのところといいますか、そこはやっぱりあの、ママっていう。そうそうです、あの、すごい方がいて、すごい、あの人すごいですね。絶対そうかね。いろんな仕事もして帰ってきてまたやるんですから、お店のことも。手にも及びません。手にも、なんか手にも、手にも及びません。足元にも及びません。だって手に及びませんって言ったらもう結構及んでる。手って結構及んできてるから足元にも及ばないんだよね。え、
テリテリで可愛い。あ、ほら可愛い。ツヤで玉ねぎが一番ツヤだな。そうだね。そう考えるとやっぱツヤ肌ってこと。玉ねぎは一番だから。そうだね、玉ねぎがツヤ肌ではあるわ。ツヤ肌だ。でもさ、甘い匂い、玉ねぎの。本当だ。やば、私玉ねぎの甘い匂いとか感じれる人になってきて、大人になってきてる。あ、何、今までは感じてなかったと。玉ねぎくせーって。リップ塗んなよ厨房で。厨房でリップだけ塗るな。で言うと厨房でそこ喋んなよ、うちらも。喋りすぎないよ、自分で食べるからってさ。そしたら水を加えます。水が 400ml らしい。入れます。はい、これで中火にかけていきます。で、これ中火にかけていきます。で、かけたものがこちらです。中火にかけるぐらいでやんないんだよね、それって。2時間煮込みましたでやるよ。中火にかけます。それでかけたものがこちらです。かけろ、今かけろ。今回用意したのはアンガス牛こま切れ。あら、ありがとうございます。大声出せばいいと思ってるやつら。私昔テレビ見たんだけど、うん、もう美味しい肉じゃがの作り方をテレビでやってて。何、あんた知ってんじゃん。人と差がつく。何かっていうと、肉をいい肉にするっていうだけ。え、だからそのコスパで言ったらさ、まあ、高くなっちゃうけど、その分減らしてもいいんだって。肉の量を。そう、減らしてもいいから。高い肉を使うとその油がうまいから全部がうまくなんだって。結局いい出汁がこいつから出るんだ。出るの。だから全ては肉にかかってて。もう終わったじゃん、適当になんだよ。まあ、細切りみたいな感じで買った人いるよここに。でも新人はアンデスを。アンデス、アンデス聞いたことあるもんね。アンデス山脈ってことは多分いい感じってこと。いい感じ、いい感じ。お願い。固まりすぎて大丈夫これ。あーあ、大げさだなこの人。あの、大げさの方がいいんだから、エンターテインメントだね。ほぐしパートいける。ほぐしパートまだいける。まだパート、ほぐしパート、任せて任せて。アクを取りながら中火で加熱し、牛もも肉の色が変わったら調味料を入れると。じゃあアクを取りながらなんで、お玉はいはいはい。ちょっと言う。ん、別に言うよね。別に別にさ、うん、大丈夫だってね。大丈夫です。怖っ。見たくなっちゃうんだよな。わかる。でも待って。そうそこがね、待ってるか待ってないかがね、本当にそう。多分ね、自分との戦いだから、結局は。うん、味がうまくなるどの子のとかの前に自分が我慢する。まずね、自分に勝てる人じゃないと料理はできないよね。うん、そういうとこから全てこうやっていくんで、うちらの、そう、あの店では。うん、そういうところからね、食べる人にも我慢してもらって。そうすごい内面から変わって、みんなね、最終的にお店出るときには、そう、あーってなるっていうのがうちのコンセプトでやってるんだよ。でもプライベートサロンっていうかさ、なんていうね、住所教えられないの。自分家でやってるからさ。そうなんですよね、これはね。そう YouTube やってる以上ね、言えないので、うん、いや、割烹着は洗わないっていうのこだわりで。はい、そうですよ。味が出るからね。今日もなんかこぼしてちょっと白いけど、これはこれのまんまやっていくっていうのも一応こだわりやっていて、人それぞれじゃん。そこ文句言われたらもう、うん、じゃあ勝手にやってよ。40分です。はい。いきます。ピヨーン。ほら、肉じゃがでしかないよ。これ肉じゃがっしょ。でも待って、水分なさすぎ。確かに。入れるか、ね、強すぎたんだね。入れます。よいしょ、できました。じゃあ盛り付けしていこう。はい、盛り付けをしておしまいです。せーの、じゃん、完成しました。じゃあこれをお客様にお出ししたいと思います。はあ、来た、嬉しい。あ、じゃあ、いただきます。大将、いただきます。それでは食べたいと思います。せーの、いただきます。どうなんでしょうか。どうなんでしょうか、うん、ね、ここ最近有名ですからね。インスタでも結構話題ですよね。いただきます。いただきます。自分で作った気分になってしまうんですけれども、はい、こんなに作れたんだ自分と思うぐらいの美味しそうです、うん、ホクホクです。うん、マジで美味しくない。え、何も難しいことなかったよね。え、超簡単だった。肉じゃが作れたらね、うん、大抵の煮込み料理はいけるってことよね。うん、ねえ、大丈夫、今うちらモテちゃうんじゃない。一応 DM は開放してるよ。うん、はい、ということで今回は割烹無垢な肉じゃが編でした。めちゃめちゃ簡単に作れて、私たちの女子力もどんどん上がっていくので、うん、もっともっと上げていきたいと思います。AAO、 せーの、おやすみ。